皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Today I'm good、 今日私は元気よというものを選ばせていただきました。まずね、今朝起きたら風くんが海外在住者様のねチケット申し込みの件に関して YouTube のコミュニティの方にねポストしておりましたね。やはりね、これね、昨日私もショートであげましたけれども、アプリとかね見れない国がまだたくさんありますしね、やはり海外在住の風ファンの方でこのことを知らない方たくさんいると思うんですよね。なので、この情報を少しでもということだと思うんですけども、そしてこれ見てみたらね、やっぱりねまだまだ買えますね。早い者勝ちなんですけれどもね。そしてコメント欄見てみました。 I found you recently and I'm so glad I did. Your songs are so soulful and heartfelt. I've been falling in love with them. I hope I can see you at the concert someday ということで、最近風さんのことを見つけたんだけども、見つけられて本当に嬉しいです。あなたの歌はとても魂を揺さぶられて心にとっても響くの。私はその曲たちに恋をしてしまっているわ。いつかコンサートで会いたいわということでね。でこの方どういう方なのかなと思ったら BTS のファンだって書いてあったんで、この前のねシュガさんとのコラボしたんじゃないかっていう件で、きっとね BTS ファンの方でね風さんを知った方もたくさんじゃないかなと思いましたね。あと I wish he performed in India. I would definitely spend my saving on that. インドでコンサートをしてくれることを願うわ。もうそうしたら私が私のセービング貯金をね使うわっていうようなことが書いてあって、私もそうよ私もそうよって、めっちゃねインドの方もたくさんコメントしていて、もうこれはやはりグレイスの影響ですよねということでね、世界中にファンをね広がっていってるなという印象を受けましたが、海外在住向けのねチケット販売今回はね申し込まないけど、でも嬉しいです。そして皆さんご存知でしたかというか気がついておりましたか、私はね昨日気がついたんだけれども、このナンナンがリリースされたのが2019年の11月の18日なんですね。なので昨日でちょうど3年が経ったということなんですね。いやこれもちょっと感慨深いんですけれども、デビューをした日は2020年の1月24日ということで、これがナンナンのミュージックビデオが公開された日なんだけども、このナンナンの、シングルリリースされたのが11月の18日、そしてその前日の11月17日に LINE キューブ渋谷公会堂でのワンマンライブをした日なんですね。いやでもちょっとすごくないですか、まだ3年しか経ってないのにこの飛躍ぶり。いやこれからもちょっと楽しみなんですけれども、それでねだからなのかよくわかんないんだけどね、昨日ね YouTube のおすすめにキムタクの長女のココミちゃんがね、これ1年ぐらい前にだと思うんだけどね、彼女のインスタストーリーでナンナンを口ずさんでるっていう動画が出てきたんですよ。それでえっと思ってねちょっとググってみたんだけども、そしたらねその頃のココミちゃんがお気に入りの曲トップ3っていうことでね、1位ナンナン、2位死ぬのがいいわ、3位キリがないからってね、これ書いてるのか言ってるのかなんですよね。すごくないですか、ちょっと多分これ家で口ずさんでるからということはキムタクも聞いてるとかね、なんかちょっといろんなことを思ってしまったんですけども、でも本当私の大好きな稲垣吾郎ちゃんもねフリーライブ見たって言ってたしね、すごいですよね、風さんのファンが本当にどんどん広がっていってるなっていう気がしてめっちゃ嬉しかったんですが、ということで、そしてね昨日の配信ではね、あの72歳のお誕生日を迎えられたというしげさん、その前の日にコメントをいただいたんだけども、その日にはもう配信をしてしまったので、その代わりにショートを上げてね、そして昨日は1日遅れでお誕生日
のハビバセソングを歌わせていただいたんですけども、しげさんショートね見られてたみたいで、昨日の配信のね前の配信にこんなコメントをいただきました。エミさんおはようございます、お誕生日おめでとうのコメントありがとう。昨日風さんのハッピーバースデー配信していただいてありがとうございます。風さんにお祝いしていただいているようでした。優しい心遣いありがとうございますということだったんで、今日の配信でもお祝いさせていただきましたって伝えたらね、それも見てくださって、お誕生日の歌ありがとうございます、涙が出ましたというコメントをいただきました。そしてねその後の皆さんのねおめでとうコメントがめっちゃあったかくてね、私は本当に嬉しかったですね。もう十何件の方がねもうしげさんにおめでとうコメントをねしてくださっておりました。皆さん本当にありがとうね。そして花桜さん、えみさんこんばんは、おはようございます。私の長いコメントを読んでくださりありがとうございました。感動で涙しました。えみさんの発信力にはただただ感心、パワフルで温かく、また風さんと同じピュアさを感じます。何もかも損得なしに明けっぴろげ、いろいろ教えてくださり感謝です。ありがとうございます。これからずっと楽しみにしています。よろしくお願いします。今日一日エミさんのおかげでスペシャルハッピーデイでしたということでね、ありがとうございます。そうなのね、私は今はね何もかも明けっぴろげですけれども、昔はそうじゃなかったんですよね。そのパニック障害になってた時もその最中は言えなかったですね、誰にも。誰にもじゃないか、夫には言ってたね、家族にもちょっとは言ってたかもしれないけども、一人で苦しんでました。それにもういろんなことね本当に解放できたのは最近です。本当少しずつですね、でも解放してね手放したらねとっても生きやすいです。はい、ありがとうございます。そして吉田ひとみさんからこんなコメントいただきました。風に吹かれてこの配信にたどり着いてどれくらいの時間が過ぎたかしら、なんて優しい言葉たちなんでしょう。朝からいつも皆さんのコメントにニヤニヤしながらうなずきながら聞いていました。何も私から発信するような情報も才能もなし、ただただ楽しみに聞いているだけでしたが、今日はアウトプットします。エミさんやエミさんの元に集まる方々のコメントが大好きです。ただそれだけの私の溢れ出てしまった気持ちのアウトプットでした。何のお役も立てない一方的なコメントですね。風さんの音楽に日々まみれていたらこんなことになりました。いろいろ感謝です。毎日聞いて元気もらっています。ありがとうございますってね、ひとみさんありがとうございます。このコメントがどれだけ私やここにコメントをくださっている方々の勇気になるか力になるか、お役に立てていないだなんてとんでもない、めっちゃお役に立ててます。嬉しかったです、ありがとうございます。伝えてくれてアウトプットしてくださって本当にありがとう。その証拠にね、ひとみさんに対して皆さんからもたくさんのコメントが届いてましたね。そしてひとみさんもね、わあどうしましょう、皆さんにコメントしていただけるなんて泣いています。遠く離れているえみさん、遠く離れている風さん、でも心の距離って本当に近かったんですね。お二人を通してこんな優しいコメントを皆さんからいただけるなんて、私明日も頑張りますということでね、本当にありがとうございます。アウトプットおめでとうございます。そしてね、アウトプットといえばね、先日久しぶりに黒黒劇場読ませていただきましたが、もういつもアウトプットしてくださっているナッキーさん、ナッキー劇場をね本日はね読ませていただきたいと思います。エミさん何回でも言います、いつも本当にありがとうございます。そしてここに集う皆様、いつも温かい愛ありがとうございます。てるこちゃん
素敵なお写真見せてくださりありがとうございます。で、エミさんもうすぐ帰国ですね。お荷物作りに忙しい中毎日配信ありがとうございます。感謝です。なこと言いながら沖縄からの生配信も期待してます。そうね、これしようと思ってますよ。だって私だってね、もう食べたいものとかね、もう行きたいところありますからね。もう生配信だらけかも。まあ配信はします。はい、だって沖縄大好きなんだもん、ということでね、はい、期待しておいてください。さて、妄想旅行の続きです。よかったらバーチャル旅行してくださいね。妄想旅行11、ローマその2。改めてズさん、イー、エミさん、エン、園長先生、ナ、ナキです。さて、一同はジェラートを食べ終わり、コインも投げて、ここから近いパンテオンへ。古代ローマ時代はそのままの建物で、世界最大の石造り建築です。建築といえばね、ちょっと私事になってしまうんだけどもね、高校時代に付き合ってた彼が建築、まあ、清水建設に勤めてるんだけども、その建築にもう本当に興味があって、まあ、デートもそういうところに行ったりとかしたんだけども、その人がね、もうヨーロッパはね、イタリアだけにもう何回も行ってるんですよね。っていうのはやっぱり建築物がすごいからっていうことでね、本当に私もそれでっていうこともないんだけども、妹と2人でイタリア旅行にずっと前に行ったんだけどもね、本当に素晴らしかったですね。ちなみにね、その建築家の元彼のことはこの動画で話してるので、もし興味があったらどうぞ、ということでちょっと話がずれましたが、丸いドームになっていて、中はラファエロやイタリアを統一したビットリオ・エマニュエル2世のお墓があります。なんといっても天井に丸い穴が開いているのが特徴です。風、建物正面はギリシャ風の作りなのに、中は丸いドームなんだね。本当だ、天井に丸い穴が開いている。不思議な建物だね。な、雨が降ると円の縁に水が流れるように設計されています。私、このようにドームになっていて天井に穴が開いている建物ってここしか見たことないわ。園長先生、ほんと不思議だわ。昔から一度も建て替えたことがないなんてすごいわ。な、ここからすぐナボーナ広場に歩いていきましょう。エミ、小さな広場の真ん中にオベリスクも立ってる。路地歩くのって楽しい。オベリスクとは古代エジプトの神殿などに建てられた記念碑。柱のような形状で象形文字が書かれています。な、ここがナボーナ広場です。古代ローマ時代に競技場でした。楕円形でトラックになるでしょ、と競争が行われていたの。ず、のどかだな、この3つの噴水癒されるな、みんなのんびりくつろいでる。な、中央にトレスカリーニってバールがあるでしょ、チョコレートアイスの発祥の店。タルトーフォって言ってね、じゃないと普通のチョコジェラートが来ちゃう。これね、板チョコを凍らせたような感じ。それに生クリームがたっぷり。風、わー食べたい。ず、風ちゃんまたアイス食べるの。風、だってチョコアイス発祥はここだけだよ。バー、あちこちにたくさんあります。便利な店、カフェ、ジェラート、サンドイッチ、お酒も。まず入り口にレジがあって、そこでお金を払い、レシートを持ってカウンターのお兄さんに、例えばカフェペルファボレーと言ってオーダーします。立って飲むのと座ってテーブルを使うのとあって、座ると値段は倍になり、ティップも必要になります。な、発祥といえばカンポでフィオーリという広場にカルボナーラの発祥の店があるの、行きますか。ず、ちょうどお腹減ってきた、行こう行こう。レストランにて。風、日本だとカルボナーラって普通のパスタだよね。ここのはショートパスタだ。な、そうなの、本場はショートパスタを使いますね。ちょっと大きめのショートパスタ。美味しいパスタランチの後、あら、ノーナさんとクロクロちゃんが広場にいらして、一緒にバスで
パノラマ観光することになりました。続くということでね、ありがとうございます。ナッキーさんはね、本当に世界中を添乗員としてね飛び回っていらっしゃった方だから、本当の生の知識がねここでね得られてね、とっても勉強にもなるしね、楽しいですね。ありがとうございます。そしてね、大文字の日さん、緑内障のためにしばらくねコメントなどもね控えさせていただきますとおっしゃっておりましたけども、まあ、2、3日前にね、もう私の過去動画にすごいたくさんコメントが来ていて、私がびっくりしたっていう話はしたんですけども、まあ、元気になったのかなっていう話は知っておりましたが、皆様へのメッセージが届いておりますので読ませていただきます。えみさん、こんばんは。今日は休みでゆっくりしています。昨日の生配信と配信を先ほど拝聴しました。ゆりちゃんとえみさんのあったかい思いを聞かせていただいて泣きました。ありがとうございます。ご心配をおかけしてすいません。おとといコメントをたくさんアップしたのでびっくりされたと思います。ずっと拝聴できなかったですし、2連休だったこともあり短めのコメントをさせていただきましたってね、ゆりさんね、以前からねめっちゃコメント、長いコメントしてくださるんですよね。ゆりさんにとっては短いコメントかもしれないけど、私にとってはめっちゃ長いなと思ったんですけども、目はスマホを見れる時間を極力避けてきましたし、休まられる時間は点眼して横になったりと自愛していますので、あの頃に感じた夜間は今はかなり和らいでいます。引き続きできることはする、できないことはしない、ハイヤーセルフと一体化しているので直感で生きています。でね、このね、できることはする、できないことはしないっていう件なんですけれども、結構ありがちなのはね、もうなんかやりたいことってもう体が悲鳴を上げててもやりたいからやっちゃうことってあるんですよね。なんだけども、やっぱり体の声を聞いてあげることはねとても大切だと思うのでね、本当にご自愛くださいね。しばらくはエミさんのショートと生配信にコメントする形で参加していきます。エミさん、風とも皆さん、いつもつながっています。愛しています。ゆりということでね、ゆりさんありがとうございます。ね、コメントをしなくてもね、私たちはゆりさんのことを覚えてますよ。だからね、もう本当に無理はしないでね。で、ゆりさん本当にね、まあ、丁寧の方なのかわからないんだけども、これからエミさんの配信見に行きますとかってメッセージもねくださるんですけども、そういうのもいらないです、はっきり言って。目を大切にしてください。もう本当に祈ってますんでね、本当にそれ第一ですからね。メッセージありがとうございました。そして最後にオルオルさんから、エミさん、いつもたくさんの愛と気づきをいただけてます。グレース、天の恵み、まさにエミさんと皆さんとの出会い、つながり、分かち合いは天の恵みだと毎日感じる日々です。感謝しかない幸せなガーデンです。月曜日に少し前から気になっていた京都の鞍馬山から貴船神社に一人ぶらっと行ってきました。色づいた葉は落ち葉となり、空気も凛として静寂の参道、息は上がるし足もヘロヘロになりながらの散策となりましたが、その時出会った景色にパワーをもらえたので送りますね。京ちゃんとの里象徴の旅に続いて、アオサギとも出会えた奇跡、何か幸運のお知らせと感じました。皆さんの幸運を祈ります。飛び立ちそうで慌てて撮影、エミさんに感謝とともに、ご家族の皆さんにも幸運を祈ってます。本当に優しさをありがとう。私相変わらずずっとエミさんが LA で風ちんと出会うイメージはバッチリ感じてます。まずは3年ぶりの起床、楽しみすぎると思うので深呼吸しながら準備してね、ということでね、オロルさんありがとうございます。ということでオロルさんからの写真で今日は終わりにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日でありますように。Have a beautiful day, everybody. エミでした。ではまた。